皆さん、こんにちは、こんばんは。長岡麺です。そしてマスターブレザー、オルカザーベブレーしっくり。今日はね、シュート講座。動画を見てる皆さんに最強のシュートを教えるっていう動画ですか、はい、そういうことですね。シュートをやる上でね、これ、ねはい、ストームスプリガン。はい。これをね、ぜひ回していただきたい。じゃあ普通に僕普通に長岡麺のシュート見せてください。ゴーシュート、いい音しますね。なるほどね、なるほどね。あ、でもまあでもいいシュートね、いいシュート、いいシュート、ね、長岡麺ね、やっぱりさすがブレーダーとしてかなり実力があって、いいシュート、本当にいいシュート。あ、本当ですか、ありがとうございます。なぜならば、はい、ストームスプリガンのユナイトドライバーですね、はい、この周りにこうね、ラバーがついてありますね、はい、これは外側に打つと、はい、ぐるぐる外回る、アタックタイプみたいな感じですね。真ん中にビタッと正確に打てると、はい、真ん中に止まるんだよね。ほう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 。今ちょっと動く、最初動きましたね、聞いたけど止まったでしょ、はいはい、ほぼほぼ真ん中に、はい、狙って打ててると。あ、じゃあこのストームスプリガンのドライバーを使えば、自分のシュートがどこに打ててるかが分かる、分かりやすい。なるほど。例えば、はい、こうやってよいしょ、あ、こういう感じで動いたりとか、いいですね、ね、さっきみたいに違うでしょ、はい、で正確に真ん中にドーンって落とすと、はい、よいしょ、落とすと、おお、すげえ、一切動かない、動かないっていう、このね、まあ、これ練習の仕方なんだけど、これによって角度とか平行にしたりとかで、はい、いろんな動きが多彩なんで、なるほど、これを練習するとね、はい、その最強にかなり近づける。ほー。で、これを使い分けられる場面で、このそのシュートの、ね、仕方をかなりね、使い分けると、相手が何々タイプなら攻撃で行きたいなっていう時は外に打とうとか。なので、そうなんです。え、ちょっと聞いていいですか、はい、どうやったらそんなにもうかうまくシュートできるんですか。ビタッとね、まあ、ある程度外に打つのはそんなに気使わず強く打ってればできる、まあ、ね、はい、だけど真ん中にビタッと打つやり方として、これね、ちょっとね、微妙なニュアンスになっちゃうんだけど、はい、まあ、よく動かさないってずっと言ってきたでしょ。左手動かさない、動かさないっていう、はい、ね、漫画でもやってるけど、はい、ありますよね。やっぱね、どうしてもちょっと前に出ちゃってこうね、はい、なるほど、なるほど、どうしてもなっちゃう、はい、反動によって、はい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 、なるほど、なるほど。それを防ぐために、はい、ワインダータイプのやつは打った瞬間にちょっとこの左手をちょっとね、手前に引くイメージ、引くイメージ、イメージ、なるほど、ちょっとこうこのちょっとした反動を抑える感じで、下にこうね、おお、確かに、こう引くイメージというか、ちょっとだけ今微妙に動いてましたよね、引くイメージなんだけど、それをこうどんどん強くても、強ければ強いほどその距離を広げていって、こう、わ、すげえ、引きみたいな、だこういう引きの技術っていうのかな。ほう、なるほど。っていうのって、こうね、こうある程度こう狙ったところに落としやすくなるんで。へー、はい、それってあれですか、もしかして何回もシュートして覚えるしかないみたいなやつ。まあ、これやっぱね、ある程度回数やった方がね、こう覚えやすくなるんで。なるほど。これぜひね、皆さんね、試してみてください。これはこれでね、僕ができればね、動画を見てる皆さんも絶対できるはずなんで、はいはいはい、いきます。あ、惜しい、ね、あ、惜しい、今惜しかったですね、なんか、ね、で、そのぐらいのね、こう意識のイメージのね、こう、ちょっとこれ強靭につかみたい。そう、こう、あ、惜しい、今ね、ぴったり真ん中に来てこう、てんてんてんだったけど、まあでもね、そう、悪くない、なるほど、でも、確かに、なんとなく感覚は分かってきます、うん、若干、ね、若干、こう、なんかこっちね、なんか抜くイメージというかね。でもこれやっぱ何回もシュートしないと絶対掴めないですね、この感覚。まあでも逆に練習すればこれはね、誰でもできる。そういうことですよね。なので本当にこのベイブレードは練習すればするほど強くなれるっていうのが今回分かった。そうね、なのでこれぜひ皆さんね、これをまあ簡単にできるんで、ぜひね、家でも、ね、練習して、まあ、ライバルに、ね、差をつけてほしいなと。最強シュートをね、身につけてほしいですね。最強シュートを身につけてください、はい、ということで、今回はこれで終わりです。この動画が面白かった人はチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、バイバーイ。